はい、オリオンです。今回の雑学はこちら。毒があるヘビと毒がないヘビの間に子供が生まれるかと。はい、これ結論から言えばありえないと。なので、毒ヘビとの毒ヘビと無毒のヘビの間に子供が生まれることはないと。黒猫と三毛猫のように同じ猫同士だと子供は生まれますが、毒ヘビと無毒のヘビだと遺伝子が違うために子供は生まれないということです。はい、染色体の数や内容なども違う。なので犬と猫の間にも当然子供は生まれないと。昔アメリカでガラガラヘビと無毒の黒いヘビの間に、外見は無毒のヘビに見える子供が生まれたという噂が、ありましたが、結局それもデマだったと、いうことになります。はい。